ジェームズ・スクール・クラフト・シャーマンは、アメリカ合衆国の政治家。ニューヨーク州選出の連邦会議員、ウィリアム・ハワード・タフト政権にて、第27代アメリカ合衆国副大統領を、務めた。1855年10月24日に、ニューヨーク州オナイダ軍ユーティカで誕生した。1878年にハミルトン・カレッジを、卒業した。 彼は1880年に放送会医師ウティカで弁護士業を始めた。彼は、ウティカトラストデポジット社及びニューハートフォード、キャニング社の社長であり、1884年にウティカの市長に就任した。彼は、第50及び第51議会に共和党から選出された。1890年に落選したが、第53議会に、 再び当選して続く7期を務めた。1908年、アメリカ合衆国大統領選挙では、共和党のウィリアム・ハワード・タフトの伴走候補者となり、1909年3月4日に、副大統領に就任した。そして1912年6月には、副大統領候補に再指名された。シャーマンは、大統領選挙の数日前に、ユーティカで死去し、 ニコラス・ m バトラーが投票で公認の副大統領候補となった。しかし民主党のウッドロー・ウィルソンとトーマス・ワール・マーシャルが当選した。死後はフォレスト・ヒル墓地に埋葬された。ありがとうございます。